さあ、頑張れ。いや、全然たどり着けんやん。え、ちょっとびっくりするぐらいたどり着けんねやけど。こっちの方で、こっちの方走っていきよる間に、雨止むかもしれんし、それを狙っていくか。てかもうあれやんね、最初の、最初の、なんや、どこや。ああ、そうそう。もう一人の研究者。もうこれに向かっていくか。とりあえずこれに向かって、その帰り道で、その何？その帰り道で、そのリト族の村に行けばいいかな。お、大マックスラディッシュ。限界を超えて大きく育ったマックスラディッシュ。需要競争成分がとても豊富で、料理に使うとハートが限界をはるかに超えて回復する。とりあえずさ、どこかしらにたどり着きたいよね。クソ、仕留めれんかったわ。なになになに？なんか敵？うわ。超やめて。ちょ、やめてくれるかい？ビッグブーメランも落としたし。はいはい、ビッグブーメラン。強化リザルブーメラン。護身の盾。エレキースの羽。珍しいエレキースの羽。発電期間は羽にはないのか。触ってもしびれない。虫と一緒に煮込むと薬になる。この辺は、あ、また聞こえてきた。この辺はあれなんやね。電気系統なんやね。いや、でも電気系統はいいんやけど、この辺あれやろ、リト族の里があるんやろ。やったらさ、あれやない？鳥やのに、この辺、電気系の敵ばっかりおるって、リト族めっちゃ危険やないん。ね。ん？これは、これは何？これどこにはめる？これ？ここか。あれ？ちょ待って、落ちた落ちた落ちた。はい。あれ違うん？あ、こっち？こっちかな？ちゃんと入ろう。全然入らんし、あ、転がり落ちてく、転がり落ちてく。ちょ待って待って待って。めっちゃ落ちていったんすけど。くそ、またこっちまで上がってこなあかんのか。くそ、あれ敵やない？絶対リザルホスやろ。絶対リザルホスやろ、いやや。え、てか、これ持って、これ持って上上がれる？上がれんよね。え、確実に上がれんと思うんやけど。どうしたらいいん、これ。もう確実にチャレンジ失敗やない？これ。ねえ、絶対そうやんね。そのうち元の場所に戻ってくれることを期待。あ、ね、これ。宝箱埋まっとるよね。確実に埋まっとるよね。マグネキャッチかな。お、これは。掘り起こせる。よし、来たー。中身は？お、紫ルピー。50ルピー。これはかなり嬉しい。やったね。まさかのこんなところに。これ絶対、やりたかったな。どこ行った？あの箱。あんなところに。くっそー。絶対コログの妖精やん、これ。絶対コログの妖精やと思わん？確率にそうよね。うわー、惜しかった。惜しいことしたわー。きつね。はい、生き物に行く。ごめんね、もうなんか、前からね、あ、キツネか、うぅ、なに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 ？え、なに？え、何事？誰？え、あの岩がモンスターなわけじゃないよね。あの岩自身がモンスターなわけじゃないよね。多分誰かが落としてきたよね、あれ。え、めっちゃびっくりするんやけど、なんなん、誰？誰？キツネ！くそ、ハイラルだけ吹っ飛ばしたんやけど。ハイラルだけ吹っ飛ばしたんやけど、ちょっと。ハイラルだけはハイラルだけでちょっと回復に使えるけんね。今その辺でも、ハイラルそうか。光ったね。えいよっきー。あれは鳥か。鳥はちょっとね。
逃げられる可能性がだいぶ高いけん。え、どこ？めっちゃ水なんですけど。こっちってさ、またあれやね、寒いとこやね、違う？なんか超綺麗なとこに出てきたけど。ん？氷のとこではないんかな？え、氷？氷やんね。ほら、また寒いとこ来たんやね、これ。くそ。鳥直接行けるかなと思ったけど、さすがに行けんか。なんこれ？ね、この岩の表面水なんやけど。滑る？滑りますよね。確実に滑るよね。これ別の方向から攻めてった方がいいってことか。ね。別の方向からなんかある動き出しそうやない？そんなことないかな。これめっちゃ怪しい気がするんやけど、なんでもないん。こういうのさ、あれじゃない？あ、違う違う。こういうのさ、爆弾で。なんか今鳴き声聞こえたけど。よいしょ。あ、キツネ。ですよね、爆発できますよね。はい、来た、コログの妖精。めっちゃ見つけるやん。私めっちゃ見つけるやん。まあ、でもめっちゃわかりやすいもんね。あの岩落ちてきたやろ、さっき。ってことは、この辺に何かしらの動物がおったはずなんやけど。違うん。絶対さっきこの岩が落ちてきたよね。罠。別の方向から行けるんかな？え、なんか行けなさそうじゃない？え、めっちゃ行けなさそうじゃない？え、てかどこ？え、目的地なくない？え、目的地消えたよね。え、だってここさ、あれやん。あれやん。雨止んだところで、岩の表面、ツルツルやん。どうやって行くん、あれ。行けんやん。ね。これは、あっかれ古代研究所はいいんやけど、こっちの方にやっぱ先行った方がいいんかな、リトゾクんとこ。んで、そのリトゾクのとこっていうのが、あ、コログのもこうやってなるんやね。コログって出てきたし。え？え、遠くね？これ何？ 4 体の心情解放、え、遠くね？え、だいぶ遠くね？てか、どっちにしろこの山越えんといかん感じやん。でも、これあれやろ？表面濡れとるとこやろ？違う？これただ単に雨で濡れるだけか。こっち側が、あ、こっち側表面濡れとるね。あ、こっち表面濡れてない。ってことは、こっち、あ、いや、表面濡れよるわ。思いっきり水垂れてきよるね。うん、思いっきり水垂れてきよるね。一応なんか、晴れやかな感じにはなってきたけど、あれやね、この山の近くにおったら確実に雨降る感じのやつやね。ちょ、待ってね。あ、復活しとる。復活しとる、復活しとる。ちょい待ってね、これ成功させるわ、私じゃあ。え、ハマろ？え、ハマろうや。それはちょっとハマろうや。え、待って待って。はい。持ち直した。持ち直したよ。あかん、ちょっと待って。どうやったらハマる？これ。どうやったらちゃんとハマる？これ。これマグネキャッチでいけるやつ？
もしや。あ、マグネキャッチでいけるやん。ってことは、これでちゃんと、これでしっかり、ここに、はめれるんじゃないの。いやいやいや、出てきましたけど。なんかなかなか、なんなんこれ。全然うまくできんねえけど、こっちもしや。違うよね。こっちよね。これできっちりはめた状態に。待って。さっきちょっと入った。これでいいよね。え、はまってないんこれ。若干ずれとるってこと？厳しいな。判定厳しいね、それ。ちょっと待って。どうなん？こ。ちょ、めっちゃ行ったり来たりしよるけど。こう。こう。あ、難しい。で、全然ここじゃなかったりとかね。これで、これでいいんやない？もうちょっと、これぐらい？これぐらい？え、ぴったりはまったよね。え、なんなん？違うん。上？え、上なの？やっぱり上ってことかな？あ、上や。あ、同じ形にしろってことか。なるほど。なるほどね。埋めるんじゃないんやね、ここは。なんか、コログ集めが順調やわ。コログ集めが順調やわ。そこメインじゃないんやけどね。そこメインじゃないはずなんやけどね。ちょ、この近くにさ、なんか村とかないん？この近くになんか村とかないんですか？こっちまで来たはいいんやけどさ、この濡れた岩山のせいでさ、越えていけんのやけど。どうにかしてさ、どこかしらにたどり着きたいんやけどさ、たどり着けんのよね。どこに行けばいいんだか、全く。あっち側の土地とかになんかあったりするかな。あれ的やんな。これってさ、要はこう、あ、でも爆破せなあかんとかなんか言ったっけ？どこを爆破すればいい？あれ？あ、やっぱあれ？かな？めっちゃ魚泳ぎよる。ちょっと待ってね。とりあえず、あっち側にちょっと渡ってみて、行けそうかな？その前になんか敵に見つかってやられそうな感じがせんでもないけど。あ、たどり着けそう。あ、いけるいける。よっしゃ。頑張りゲージ多いのってやっぱいいね。んでもってこの辺にもカニいっぱいおるし。ここをさ、爆破せないかんのよね、なんか。次々とゲットしていく。どこをどう爆破したらいいんやろ。え、爆破するんよね？違うっけ？え、違うっけ？違わんよね。あの、なんか、これやろ？吹き荒れる大地って岩を砕き風を束ねよ。王から授かりし翼っていうのは多分パラセールのことやろ？だっけん、そのパラセールで、あっこに降り立てば、あの岩を爆破するってことか。ちょっと待って、とりあえず、要は風の通り道を広げろってことやろ？多分。多分。は。いや、全然違うけん。ちょっと待って。え、どこ行った？あー、びっくりした。自分の爆破でやられる。自分の爆破でやられる。あ、これ。あ、なるほど。上から爆破したらいいってことか。ちょい待ってね。はい。上に乗りました。ん？上に乗ったけど。ん？どうだ？どこをどうだ？全くわからんねやけど、この辺？この辺を、
あぶねえ。違うな。多分あっこ中を爆破せんといかんと思うよね。多分。うん、多分ね。すべてが多分やけど。あっこに向かって投げればいいんかな。いろいろと危ないんよね。はっ。自分が危険。ちょ待って、巻き込まれて死んだらいかんけん、ちょっと回復しとこっか。爆弾はよ。強化っていうのはこの爆弾のチャージが速くなるってことかな。これで多分あっこ向かって投げての爆、あれを爆破するんやと思うよね、あっこの部分。多分そうやろ。お、かっこいいね。かっこいいね。多分あっこ、あ、間違えた間違えた間違えたって。どこ行った、どこ行ったか分からんけど、あ、そっち、危な、超危なかった今。あっこに、違うんやって、違うんやって、ちょっと、あ、ここね、はい。あっこにどうやって投げればいいかがちょっと、なんでそうなるん。よいしょ。はっ。うん、何も変わりよらんな。あ、ここからやったらいける？さっきより近いよね。うん、だいぶ近い、だいぶ近い。これで。違う。どこ行った？違う違う、切るんじゃなくて。待って、はい、もう一回。さあ、この辺から。はい。おっしゃ、いけた。いけたよ。これで風が束ねられた。やっと風が束ねられて、そこからの、王から授かりして翼を広げ、輝く地に降り立つとき、勇者の試練が姿を現す。あっち側やっけ。あっち側やったっけ、その輝く大地とやらは。多分、この風に乗っていったらいいんやろ。あかん、これ敵に見つかるだけやと思う。ちょっと待って、もう一回、今度こそ上で、そこからちょっとパラセールに乗って、雨降りよる。くそ。じゃあ、雨止んで。めっちゃ雲あるやん。なんか、晴れる?晴れるというより、あ、晴れた?あ、晴れた、晴れた。よっしゃ。登る。晴れた途端にこの絶好調。よし。最高。めっちゃ風の通り道。超風の通り道。これで、これに乗ってあっこに行けばいいと。よし、行くよ。こっち側から行った方がいいんかな。この風乗れる？乗れる？さあ、頑張れ。いや、全然たどり着けんやん。え、ちょっとびっくりするぐらいたどり着けんねやけど。へえ、なんなん？別にあの風に乗る必要はないってこと？この辺からでいい？え、そんなもんなん？こっからでいいかな？全然たどり着けてないし。あの風まっすぐこっち来よらんのか。あの風に乗ってくるもんやと思ったんやけどな。違うとこからたどり着いてみよっか。どの辺からやったらこんちゃんと飛べる？この辺の岩の上からでいいんかな。めっちゃお手軽な場所から飛び立とうとしよるけど、私。よいしょ。その上立てる？あ、立てた立てた。じゃあこの辺から飛びまーす。いけんやん。まだ場所が近いってことか。どの辺から行ったらたどり着けるの？ここ。あの上から？あの上からかな。ちょっともう一回向こう行ってみよっか。は。
ちょっと頑張ろ。多分これ頑張ったら祠が現れてくれるはずやけんね。あ、よかった、溺れるかと思った一瞬めっちゃ溺れるかと思ったお願い、雨降らんといてね。危ない危ない。はい、回復回復。え、回復した？びっくりした、頑張りゲージなくなったと思った一瞬え、頑張りゲージ消えたやんって思ってしまった一瞬。この辺さ、休憩できるやろ。ほらほら。さあ、ここから。うん、危ないね、今。めっちゃ危なかったね、今。この辺からならきっとたどり着けるはず。今なんか若干骸骨出てきよった気がするけど、リザルフォスの。ほら、これで大丈夫やろ。え、やっぱりあの風に乗らなあかんってことかな。のんきにアコーディオン弾いてんじゃねえよ。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。